皆さんパネルで500いいね、100マッチング、30メッセージ、10初回デート、はい、で落ちてってあの3人とデート、1人と3回のデートみたいな形、はい、そうですね。あのまずオンラインのデートをしていただくんですけど、うん、それ全部録画してるんですよ、うん、でそれをマッチングプランナーが全部見て、あ、見てるんですか、はい、そうデートのその瞬間ここで見てることってできないですもんねオンラインだからできてる。そうなんですよ。ぜひ、伊藤さん的 なんか恋人作りのなんか秘訣というか、はい、なんかこれは伝えたいみたいなところがあればちょっとノウハウをお伺いできたらと思います。そうですね、まずやっぱり結婚のとか、まあ、恋人を作るっていうところから、まあ、逆算して行動してほしいなと思っていて、うん、あのまあ、例えば、まあ、付き合うのは1人だと思うんですけど、うん、あの大体もう数字取れてるんですけど、うん、まず1人付き合うなら3人とはあの3回目のデートに行った方行く、うん、3人と3回目デート、はい、うん、で、じゃ あの結構がもう大体ずっと 30% なんですよ、うん、3人デートに行くには3倍なんで、まあ、9人とか、まあ、10人とかとまず1回目のデートに行かなきゃいけないよねと、うんうん、じゃあ10人と1回目デート行くにはマッチングアプリで言うとメッセージを3倍としなきゃいけないので、うん、30人としなきゃいけないよねと、うん、じゃあ30人としなきゃメッセージをするってことは、まあ、あの3倍すると100人と、うん、マッチングしておかなければいけないですよ、うん、で、まあ、そのでここからはマッチング率で言うと、20% とか 30% とかになって、うん、あの 20% とか500いいねとか300いいねとかしていかないといけないよねっていうので、うん、まあ、なんかそこだけでもやっぱり逆算しないといけなくて、うん、自分が何でつまずいてるのかっていうのを、うん、やっぱパネル見た時に、うん、デートまでは行けてるんだけど次に行けないんだったら、うん、あのプロフィールとかをいちいち変える必要はあんまないよねとか、うん、あのメッセージまでは行くんだけど次に行かない場合はやっぱメッセージが苦手すぎるよねとか、うん、まあ、あの質の低いマッチングしてるんじゃないかとか、うん、まあ、そういったのがあるので、なんかやっぱちょっと客観的に見るっていうのがすごく大事ですね、うん、数字とかを使って。皆さんパネルで500いいね100マッチング30メッセージ10初回デート、はい、で落ちてってあの3人とデート1人と3回目デートみたいな形、はい、そうですね。あとやっぱもう本当客観視ですね、そういう数字で、うん、あの見て自分の現状を把握して、うん、あとはあの異性の友達にどういったところが良くて、うん、どういったところがその弱点なのかみたいなのを聞いて、うん、強み弱み把握して、うん、じゃあその強みにめちゃめちゃ引っかかってくれる女性って誰だっけとか、うん、まあ、男性って誰だっけみたいなのを、うん、あのしっかり分析していくっていうのがすごく大事になってきますね、うん、である種やっぱりそういう意味でコーチというかアドバイザー的なところで客観視してくれる存在のところも、必須ですし、あと僕その自分のそのお付き合いするにまで至るところのファネル管理なんか考えたこともなかったんでもうビジネスだったら日々、はい、あのマーケティングで、はい、あのファネル管理して、うん、SFA でチェックしてとかってやってるんですけど、はい、いざ自分のそのデート何回したら一人と付き合えるみたいな期待値とか計算することは多分皆さん全然考えたことないので、うん、逆にそこをもとに、はい、もっとこうしないといけないよみたいなアドバイスもらえるのってすごく神だなと思います。あ、そうですよね、はい、そうなんですよ。でしかもなんか自分だけだとそれこそよく聞くのは1回目デート行ってすごく楽しそうにしてたのに LINE ブロックされた、うん、なんでですかみたいな話とかすごく聞くんですけど、うん、それってなんかあの分かんないんですよね、自分で一生懸命考えても、うんうん、でももし一押しだったら、うん、あのまずオンラインのデートをしていただくんですけど、うん、それ全部録画してるんですよ、うん、でそれをマッチングプランナーが全部見て、あ、見てるんですか、はい、そうデートのその瞬間こうやって見てることってできないですもんねオンラインだからできてる。そうなんですよ、はい、録画したものを後から見て、うん、いやこの一言予定でしたよとか、うん、あのここの時になんかすごい寝癖ついてましたよとか、うん、なんかデート行くのになんかすごいラフなパジャマみたいな格好してましたよねとかっていうのをプランナーがアドバイスできるし、あ、多分ある種そこってあの氷山の一角というか、はい、ね、オンライン面談の時に紙ポンとか、はい、うかつな発言してたら、はい、ね、リアルの場ではその数倍とかしてそうな感じです、はい、そうなんですよ、はい、そうなんです、そうなんです。プラスしかも両方知ってるので、うん、プランナーは男女両、うん、その会員両方のことをしてるので相手にも聞ける。だから直接は多分言わないんですよ、うん、あの LINE ブロックするか、うん、あのもう LINE 既読無視するか、うん、みたいな感じなんですけど、プランナー経由で聞くとやっぱこういうとこが嫌でしたとか、うん、こういうとこがちょっとあの婚活とは違うと思いましたとか、うん、あのいい人だったんだけどやっぱり結婚のイメージだと若干違いましたとか、うん、あのそういったフィードバックもらえたりとか。確かに、はい、してそれを傷つけないように優しく言ってあげるので、うん、確かに、はい、あのやっぱ営業しててもロスト理由みたいなのが分からないと改善のしようもないですし、うん、はい、僕結構あのバチェラーとかバチェロレッドとか大好きなんですけどあのなんか自分が敗退した時になんか別にバチェロレッドがレッテがなんか NGD を明確に言ってくれるわけではないんで、うん、すごいモヤモヤしながら、はい、そうですよね、書いていくみたいな感じだったんで。そうですよね、なんかバラくれなかったみたいな、うん、ありがとうございます。そうなんです。でしかも結局ね、10人とデートする、はいはい、それは通常のマッチングアプリだったらね、うん、なんかそこそこなところでも1万ちょっといい店行ったら2万円みたいな感じなので、はいはい、なんかそこのところをねオンラインでめっちゃマッチングしてる人と2人しかもアドバイスについて、うん、月々1万4800円、はい、1万4800円、はい、めちゃくちゃコスパいいなと思いました、はいはい、コスパいいんですよ
ありがとうございます。でサービスの魅力存分に伝わってきたかなと思うんですけれども、はい、いざ、ちょっとあのマッチングプランナーの方超すごいなってところで、はい、今なんかマッチングプランナーが何人になってるかとか、はい、あのどうやってリクルーティングしてるのかとか、はい、なんか組織作りどんな感じなのかとか、はい、なんかあのパラソルさんのその組織作りのところについてちょっとお伺いしたいなと思ってます。そうですね、あの今マッチングプランナー35人とか35人、はい、いるんですけど、まず採用についてはあのプランナーが結構紹介してくれます。まず、うん、あの自分の友達で向いてる人を紹介してくれる、うんうん、とあとは私のツイッターやプランナーのツイッターを見て、うん、やりたいって言ってくれる、うん、あとは会員さんがあの自分の友達で結婚しててこの人プランナーにめっちゃ向いてると思うので紹介してくれるNPS がいいんで、はい、もう何でも全てリファラルで手に入れるんですね。そうなんですよ。そうなんだから採用媒体とかほぼ使ってないですね、うん、ツイッターでちょっとつぶやいてきてくれるってパターンがすごく多くて、うん、割とそこがうまくいってて、うん、あとマネジメントのところで言うとやっぱり副業で、恋愛を仕事にしてるって、うん、楽しくやっぱ仕事したいっていうのがすごくあるので、うん、あんまりそのなんていうんですかね、ウィルキャンマストでやった時マストマネジメントしないようにしてますね、うん、ノルマとかをつけないとか、うん、あのもう自分たちがやりたくてやってて、うん、それが超楽しいから結果としてめっちゃ価値与えられるみたいな状態を作るようにしてます、うんうん、いいすね、なので、まあ、ノルマ作んない、あとマッチングプランナー同士に横のつながりを作れるように、うん、あの一応コミュニティ費、コミュニケーション費用みたいなのを一応お支払いしてて、うん、プランナー3人以上でご飯行った場合はいくらみたいなのを出してあげて、で結構プランナー同士で恋バナしたりとか、うん、それこそあの、結婚して旦那さんとうまくいかないみたいな相談し合ったりとか、うんうん、あのまあ、恋人彼氏がいてもうすぐ結婚なんだけど、うん、その先のプロセスとかをなんかその他のプランナーに相談したり、まあ、お子さん生まれたばっかの人がもう高校生ぐらいのプランナーさんに、うん、確かにあのお子さんの受験どうすればいいんですか、そうなんです、子育ての話したりとか、うん、っていうのが結構プランナー同士のコミュニティで第三の場みたいになってますね、うん、仕事本業と家庭と人押しみたいな、うん、まさにサードプレイス的なサードプレイスになってますね、はい、めっちゃ素敵ですね、ありがとうございます、はい、であと、もう一気になったのがあの創業者のカラカスさんは、はい、なんか今あのどんな方なのかとか、はい、なんかどういう役割分担になってるのかみたいなところをお伺いできたらと思ってます。わかりました、まず創業者カラカスさんの男性で、あの、うん、一応男女って代表で恋愛の会社なんでみたいなのがあるんですけど、まあ、なんかもともと外資系の石油会社で働いていて、うん、でそこから、まあ、もう彼もすごく私と同じぐらい恋愛ジャンキーで、うん、あの理系大学行って、うん、あの女子が東工大とか東工大ですね、うん、はい、女子が全然いない場で、うん、いかにして女性と出会って付き合うかみたいなのをすごい理系のでめっちゃ考えてきた東工大ダンスの理系のそうなんですよ。で自分でそのそれこそ、クラブ行ってナンパした女子とまたパーティー開いてさらに出会えるようにしたりとか、うんうん、まあ、高校時代なんかプリクラとかを交換してそのプリクラに写ってる子を紹介してとかってやってたらしいんですけど、うんうんうん、まあ、っていうのですごい恋愛ジャンキーでマッチングアプリもハックして、うん、あのやってた人で、で、まあ、あのホリエモンサロンとか入って、うん、まあ、恋愛事業とかをどうあのやりたいっていう風になって、うん、好きなんですね。そうなんですよ、うん、あのホリエサロンにも一応恋愛グループっていうのがあって、その中のリーダーとかもやってた恋愛グループの恋愛グループのリーダー、はい、面白いですね。そうですね、で、まあ、あの本当にゼロ IT 会話にいたわけじゃないので、うん、あの石油会社にいたので、うん、それ全くゼロで、起業して、うん、でもめちゃめちゃそのなんていうんですか、対局感とかがすごくあって、うん、勘どころとかもめっちゃすごくて、うん、あの優秀な人とかを巻き込んで、うん、あの知見もらってそれをもうそのまま完白していく、あのノウハウとして生かして会社成長させてきたみたいな感じで、うん、今役割分担としてはシティのところとか、うん、あと人事のところ、うん、あのもっとあの他の社員とか、うん、マチクパーナー以外 の、 その人事のところとかっていうのを結構メインで見てくれてて、うん、あとはその割と私はもう事業にべったりな感じで、うん、彼はもうちょい時間を作ってあの外に出てなんか新しい企業ネタとかビジネスネタとかを持ってきて、うん、で落としてくれるみたいな感じですね、うんうん、はい、ありがとうございます、めっちゃイメージありました、はい、あともう一個聞きたかったのが、はい、あのこのビジオドチャンネル の、 あの共同運営 の、 あのキュービックさんからも、はい、資本業務提携されてるってところなので、はい、なんか資本業務提携のきっかけとか、はい、なんかあのキュービックさんと資本業務提携してここが良かったと か、はい、なんかところぜひ聞きたいです。あ、はい、2019年末に、資本業務提携したんですけど、あの当時はうちはあの SEO 一本足打法というか、うん、マッチアップのみだったの で、うん、でそこでじゃあさらにウェブマーケ の、 あの知見だったりだとかあの領域でもっとあのナレッジとかが必要だったりしたっていうのと、あとまあキュービックさんはキュービックさんであの SNS マーケとか、うん、まあ、こっちがちょっと得意としてるところの知見のところが、うん、あのちょっと欲してたっていうのと、まあ、あと専門領域のメディアというかの運営の知見が欲しかったっていうところも、うん、あのまあお互いのいいところがあったっていうのと、あとまあ結構あの経営思想というか、うん、人ファーストっていうキュービックさんがあって、うん、人を大事にして人と向き合ってあの事業を作るみたいなところは割と経営思想として合ってたので、うん、そこのところが結構合致したみたいなのがありますね、うんうん、きっかけとしてはカラカサが会食で良一さんと会って、うん、たまたまみたいな。あ、じゃあもうそこのなんかユーザーと向き合うとか人ファーストとか、はい、もうひたすらもうインサイトを深掘りしまくるみたいなところとかともマッチして、はい、まあ、一緒にやろうみたいな、はい、なんか
結構経営陣にもキュービックの岩井さんとか、はい、他の方も入ってらっしゃったんですけども、はい、なんかどういうような事業連携をしているような感じなんですか。そうですね、もう本当にまさにうちの SEO ノウハウ、 SEO のメディア運営のところはもっとキュービックさんのところすごくたくさんあるので、うんうんうん、すごいですよね、もうすごいので、うん、そこを毎週一応経営会議に参加していただいて、うん、ノウハウ教えてもらったりだとか、うん、あとうちの社員をもう本当にキュービックに修行に行ってもらってキュービックさんで一応事業の一員として働いてもらって、そこでちょっと成長させてうちにもう一回戻すとか、うんうんうん、めちゃくちゃユーザーインタビューするようになって帰ってきてる。あ、そうですね、はい、だからゴリゴリこう分析したりとかっていうノウハウが、うんうんうん、まあ、割とその私とかもなんか結構もうバズらせてなんかこう成長さすみたいなやり方しかしてこなかったので、うんうん、確実に自分のツイッターでガサッと300人みたいなこと言ってますもんね。そうです、着実にちゃんと成長させていく、メディアを成長させていくとか、うんうん、アドの付けになったりとかっていうのをすごくいただいたり、あとはやっぱり100億円規模の組織とか、うんうん、事業の作り方っていうところはすごく勉強になりますね、うんうん、今。そうですね、はい、クービさん本当メディア会社としてね、もう100億円規模ぐらいになってるんで、はい、確かにそこから学べることもめちゃくちゃあります、ね、めちゃめちゃありますね、うん、っていうのがあるので、結構そこのなんかパラソルのその先ってこういう感じになっていくのかなとか、うんうん、やっぱ組織の作り方とかもすごく勉強になります、うん、採用のところとか、うん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 、ありがとうございます、はいはい、ちょっと改めてちょっと今後 のパラソル の目指すところについてお伺いできたらと思います。はい、そうですね、パラソルはやっぱり恋愛婚活事業をずっとやってきて、うん、ここから先も恋愛と婚活の事業で、まあ、恋愛でいうとマッチングアプリメディア、うん、で婚活でいうと人押しで伸ばして、もうとにかくもう日本全国というか恋愛を全て網羅した企業にしていきたいっていうのがありまして、うんうん、でなんかちょっと次のところで言うと、なんか詳しく言えない地方自治体さんとちょっと組んで、うん、やっぱ今ってマッチングアプリとかって都市部がやっぱメインになってきてるんですけど、うんうん、地方自治体の話とか聞いてると、うん、もう本当また全然違うんですよね、地方の婚活。また地方の婚活も一押ししていきたいみたいな感じですね。そうですそうです、はい、はい、なんかうちのその、まあ、オンラインで出会えるとか、うん、まあ、そのマッチングプランナーさんがいてとかっていうノウハウとかも活かしつつ、なんか地方のその婚活サポートセンターとかっていうのは結構地方にいっぱい点在してて、自治体が運営してる、うんうん、まあ、そこをの改善とか連携で役に立てればなっていうふうに思っていて、うんうん、とにかく全ての恋愛婚活のなんかの領域を、うん、一押し、パラソルが、うん、絡んでやっていきたいなというふうに思ってます。確かに、はい、確かにオンラインサービスなんで全国にやれるものの、あえて地方さんと連携しながら少しフランチャイズというか、なんか合弁というかアライアンスとかしつつ、なんか日本全国の婚活を一押ししていけるような構想とかもなんかワクワクしていいですね。そうですね、うん、やっぱ地方はまだ課題がすごくいっぱいあるので、うん、はい、そろそろそっちの取り組みとかも考えてやっていきたいなと思って、やっぱ少子化未婚化がやっぱ激しいの、地方もすごく激しいので、うんうん、はい、わかりました。ビジョンチャンネル、やっぱりビジネスパーソンとか経営者の方が出てるので、何か、視聴者の方にこう PR したいことがあれば伊藤さんからお願いします。はい、そうですね、やっぱり今人押しのが伸びてるので、経営者の方とか、それこそウェブマーケやってる男性の方とか、特に婚活サービスでめちゃめちゃモテるので入ってくださいっていうのと、うん、男性の方よろしくお願いします、はい、そうですね、絶賛その結構伸びてきてるので、やっぱり企画というか事業側の人間もちょっと必要になってきてるので、ぜひ一緒に婚活サービス、うん、でオンライン婚活の領域だと結構トップいけるんじゃないかと思ってるので、うん、そこに一緒にやってくれる人とかいらっしゃったら、ぜひご連絡いただけると嬉しいです。あと結構アライアンス周りとかは、はい、なんか どういったところとコラボできたら嬉しいみたいなところがありますか。そうですね、それこそ地方自治体さんとかは、うん、ちょっと始まりつつあるんですけど、うん、そういったところとかですかね、婚活、うん、あとは婚活領域、ちょっと周辺領域とか、結婚式場さんとか、うん、まあ、そういったところとなんか何かしらちょっとコラボできたらなと思っております、うん、まあ、確かにだってさっきの話だと、むちゃくちゃなんか、心も含めてすごいなんか、はい、リスペクトもあるし、はい、関係値もありそうなんで、うん、ね、なんか結婚式場なんかどうしようかな、なんかこういう選定塾でこれがいいよって言ったら、あ、じゃあそれでお願いしますまあコーチが言うんだったら、はい、なんか適切に進められたら、じゃあそれでお願いしますとか、そういうありそうですよね。そうですね、うん、結構婚約指輪どうしたらいいのとかっていう相談とか、うんうん、退会した方から連絡来たりとかするので、うん、確かに、はい、ああ、じゃあそこからある種なんかそこの相談にも乗れますよってことで、はい、せっかくねそこまでいい関係作ったのであれば、うん、なんかこうお付き合いしてさよならっていうよりは、そのアフター一押しというか、はい、なんかそこもなんかいろいろコラボできそうなんで良さそうですね。そうですね、なんかもしかしたら不動産とか、うん、なんか転職とか、そっちももしかしたら、うん、ニーズがあればやりたいなって思います、うん、はい、なので何か連携したい方がいたらぜひお願いします、はい、概要欄に伊藤さんの SNS 記載しておりますので、何か、あれば伊藤さんまで直接ご連絡いただけたらと思います、はい、それでは伊藤さん、本当に恋愛からビジネスのことまで非常に勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回の動画を見ていいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。また感想もコメント欄やツイッターでお待ちしております。私も全件いいねリツイートしたりリアクションさせていただきます。